やってまいりました。4年ぶりでございます。そして皆様の前に顔を出すのは4年目、嬉しいですね。すごいです。いや、手振ってくれてる方もいます。ありがとうございます。まずはご挨拶させていただきます。私たちは仙台市泉区を中心として活動をしております。先ほどご紹介にあたりました結成24年、ここのうちの供養さこい祭りは第2回から出ております。舞妓揚げと申します。仙台のご挨拶をさせていただきます。お晩です。ありがとうございます。あ、拍手ありがとうございます。鳴り止まない拍手ありがとうございます。ありがとうございます。調整ではございません。ありがとうございます。はい、舞妓揚げですね。今日は、皆様に感謝の言葉と、そして私たちからご報告しなければいけないことがございますので、代表から一言お話をさせていただきます。よろしくお願いします。皆様お晩でございます。舞妓萩の代表を務めております松浦と申します。舞妓萩は結成しましてから道の木よさこい祭り第2回から連続出場、今年24年目となります。その間に東日本大震災、あるいはこのコロナ、いろいろなことがありまして、たくさんの方々に応援をいただき、またよさこい仲間とともに東北各地、あるいは海外まで踊りに参りましたが、今年度を最後に舞妓萩の幕は閉じようと思っております。ですから後にも先にも今年のよさこい祭りが最後になります。今日は来られるメンバーだけで思い思いの衣装を身にまとって踊らせていただきます。今まで皆様の応援とお力添え、本当にありがとうございました。感謝申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日の衣装ですが、過去の、衣装ですね、好きなものをそれぞれ着て参りました。私はここでしか入りませんでした。はい、ありがとうございます。はい、それでは参ります。舞妓揚げ2022年です。お客さんとの出会い、一期一会、そして旅立ち、十人十色、舞妓揚げ2022年参ります。
舞妓の皆さん、ありがとうございました。新たな伝説の